はい、こんにちは。レゴ忍者号2021年の新商品が、今の段階14セット。ただ、こちら、何ヶ月か前の情報なので、まあ、今は多少入れ替わってるかもしれません。そして、リーク画像がね、何枚か出てきました。オールセットの画像ではないんですけど、ちょっと見ていきたいなと思います。そして、その前に、ちょっと言わせてくださいね。海外のコールの声優さんがちょっとお亡くなりになりました。ドラゴンボールの悟空の声優もしておりました。慎んでお悔やみ申し上げます。どうか安らかにお眠りください。はい。以上。はい。じゃあ本編に参ります。で、まずこちらの画像から参りましょうか。今回の忍者号なんですけど、結構収集要素が高いんですよね。で、これちょっと画像が荒いので、ちょっと何とも言えないんですけど、ほら、これスーパーサイヤ人風のミニフが2つついてるのかな。どうなんだろう、まあ、ちょっと画像が荒いからよくわからない。で、次が、はい、こちらですね。リメイク商品。今回のレガシー商品っていうのは、一つの商品に対して、ゴールド忍者号がね、一つついてるっていうことなので。で、これなら、例えば J が付属してますよね。だから、収集要素かなり高いっていう感じですね。で、まあ、見た感じどれぐらいなんだろう。800ピースぐらい。で、ほら、次はね、ほら、回のリメイク商品。こちらにはゴールデン、ロイド。ロイドじゃなくて、コールか。うん。が付属してるって感じですね。まあ、これも結構普通にかっこいいし欲しいですよね。はい、続いてこちら。こちらまあ、ミニヒグメインっていう感じの商品でしょうか。で、こちらゴールデンロイド、バンダナマを巻いてますね。はい、そしてね、まあ、ちょっと見たことがないっていうミニヒグがね、何個かちらほらあるっていう感じで。まあ、ミニヒグって基本的に人気なので、まあ、こちらの商品も非常にこう人気で好まれる傾向であるんじゃないでしょうか。はい、このギターの小物、これも地味に人気出そうですよね。そして、こちらもリメイク商品で、こちら、カイですね、カイ。8連シューターっていうのは、まあ、変わってないですね。で、キャノピーがちょっと変わった。そして、レバーもそのまんまっていう感じですね。大まかなデザインっていうのは、なんか変わってないように見えるんだけど、まあ、ちょっと高画質の画像が、ね、出てきたら、どんな感じか比較したいですね。はい、こちらの古い方の商品で、ね、一応購入してるので、いつかレビューできたらな、っていうふうに思ってますね。はい、続いてこちら。まあ、これ、どうかな ?1000 円ぐらいのシリーズなんでしょうけど、まあ、武器が新要素ですよね。まあ、だから武器が欲しい人にはいいのかな。ただ、魅力はちょっと少ない。はい。あ、けど、ほら、コール、オレンジのマスクしてる。あ、これはちょっと新要素ですね。で、続いてこちら。これも1000円シリーズのコマで回すやつですね。で、そうです。まあ、武器も新カラーですし、まあ、ミニヒグのデザインが違うので、まあ、これ欲しいですよね。髪の毛がつくのも嬉しいし、はい、全も同じですね。髪の毛もつくし、新デザインって感じですね。で、武器も根本的に新デザインです。まあ、1000円ぐらいか。まあ、これ売れるでしょうね。そして同じく貝。まあ、これもそうですよね。あ、剣かっこよくなってますね、これ。剣は新デザインですね。はい。まあ、じゃ今回の忍者号、非常に魅力的な内容ばかりですね。まあ、大まかなデザインっていうのは正直、発揮しると、しょぼい。そんなに変わってないけど、収集要素はかなり高いので、まあ、コレクターの方は、まあ、集めるしかないって感じですよね。特にこのゴールド忍者号、まあ、皆さんフルポンプしたいと思ってると思うので、まあ、結構、まあ、お金かかりそうなのかなとも思ったんですけど、商品単価に関して言えば、魔界ダンジョン編よりかは、はるかに圧倒的に安いような感じがするので、まあ、コスパはそんなに悪くない。魔界ダンジョン編よりかは、まあ、コスパ、今の現時点では、まだいいって感じですね。残りの商品が一体どうなるかなっていう感じだと思いますね。はい。視聴いただきありがとうございます。皆さんの意見や感想も教えてくださいね。そして、まあ、こちらの商品。そうですね。まあ、レゴマリオよりも、先に発売されるか、後に発売されるかで大きく変わってくるんですよね。まあ、レゴマリオよりも、もし後に発売されるってなってくると、まあ、投稿予定なくなっちゃうって可能性が非常に高いですね。まあ、できたらレゴマリオの前に発売してほしい。というかもうレゴマリオと発売時期被ってほしくないな。はい、ご視聴いただきありがとうございます。